県内では今日新たに27人の新型コロナウイルスへの感染が分かりました。静岡市では入院していた患者2人が死亡しています。新たに感染が分かったのは浜松市で7人、静岡市で6人、富士市や富士宮市、沼津市で3人など合わせて27人です。県によりますと、富士市立中央病院のクラスターでは新たに5人の感染が分かり、 合わせて76人となりました一方静岡市では静岡特集会病院で発生したクラスターの関連で新たに3人の感染が分かり合わせて76人となりましたまた静岡市内の病院に入院していた患者2人の死亡が確認されましたこのうち1人は高齢の男性でもう1人については非公表だということです 県内で亡くなった人は合わせて40人となりました。このほか、浜松市では航空自衛隊浜松基地の50代の男性の感染も確認されました。